なんでいないの？出て行っちまったかんな。今度太郎の実家へ一緒に行くことになってる。安子ちゃん、なんで私に会いに来たの？会いたくてしょうがなくなったんだよ。お母さんは？子供と大人の愛の子で、無茶して火を引いて、それで夜を面倒見てくれる人のところを渡り歩いてんの。お邪魔してます。置いてかれた人のその後に何が起こるかなんて考えたことないでしょ。佐伯有沙です。私は妹がいるなんて知らなかった。あっ、ちょっと僕が全部責任取るから。いきなりやってきて家の中に入り込んで、私の家族はお父さんだけだってから。俺、安子ちゃんとだったらできると思うよ。普通の生活。